バウスプリットのところかっこよくしっかりと補強してます。これはね、先代の鮮明ステッカー剥がした跡がね残っちゃってんの。そうですね、傷が多いか少ないかと言われたら多いと言わなくちゃいけないようなね、ガンネルの傷だとかね、春のスレだとかありますね。横がね擦れちゃうんですよ。ここね保管場所が悪いんですよ。4本のポールがあってね、その間をくぐり抜けて係留しないといけないんです。だからね横に傷がついちゃうんですよね。係留されていますからね、黄ばみなんかもありますけど、まあ、この辺は磨けばねだいぶ綺麗になると思います。まあ、結構傷ね、ガンネルステッカーの剥がれ多いんですけどね。だからといってねこの上から塗装したりしないでくださいね。もうね最初はかっこいいんですけど、後からパリッパリ剥がれてきますから価値が落ちちゃう。塗るんではなく磨くということが大事ですね。この船は小傷は多いですけど、変な塗装をされた経験がありませんから、磨くだけで見違えると思いますよ。デッキの上は問題なし。バウスプリットもバウレールもしっかり取り付けられている。アンカーウインチの動作確認も OK です。26フィートサイズにしてはね結構横幅があるんですよ。オーニングとスパンカーも装備されています。現在も遊漁船として活躍中のボートです。オーナーはサイズアップするので乗り換えのためこの船を売却されます。人気のウォークアラウンドタイプ。これ電動リールの電源ですね、はい、これはね結構深めのね FRP の傷です。パテ埋め処理をした方がいいかもしれませんね。アフトデッキ、ここでもね 2,3 人での釣りはできますね。ここは収納スペースです。ここがね生けすなんですけど、このハッチがね取れちゃってるんですよ。まあ、付け替えた方がいいかもね。生けすは問題なく使用できます。まあ、汚れてますけどよく使ってる。ここはね普通の物入れです。ここにも電動リールの電源があります。ロッドホルダー4個あります。スパンカーもよく効くとのことです。結構太めのパイプを使ったオーニングです。頑丈に作られています。これがね嬉しい装備です。アフトステーション、尾翼もついています。これリアドア付き、これがいいんです。部屋の中はね汚れてますけど磨けば綺麗になると思います。ここにはこのように椅子がセットできます。窓の開閉はすごくスムーズです。天井のハッチの開閉がちょっと難ありって感じですけど、開閉はできますけどね。このゴムがちょっとゆるゆるになってますけどね。2人で行くにはちょうどいいサイズですね。この台はね取り外します。穴が開いちゃいますけどね。取扱説明書もあります。水も出ますし、ワイパーも動きます。これがヒーターのスイッチですね。ハンドルもすごく軽いです。椅子がね、ちょっとこういう風にほつれがありますけどね。そしてずっとこの辺にポケットがありまして、ここにかじリモコンがセットされています。わあ、中は結構広いです。大人が2人ぐらいは横になれますね。ここはね問題なく開閉できます。
ここにインバーターがセットされていますね。下を開けてみたらこんな感じ。なんだろうこれ。ああ、高さがギリギリだったから蓋を作ってるんですね。お手洗いも問題なく作動します。奥には法定備品がセットされています。